エミエです。ピオラの皆さん、ピオリへようこそ。え、こんにちは。え、何今の。え、こんにちはってなんだよ。いや、なんか今ちょっと怪しかったからさ、挨拶が一番最初。何その、私に疑問ぶつけながら自分もしれっと挨拶終わらせてるんだよ。え、こんにちはじゃないよ。なんだ 今新しいな。暗くなってったからさ。え、そう、あれれれれと思って。そうかな、はい、ふぃー。私今思ったんだけどさ、絶対にやれないけどさ、今このフィギュアが背景にあるじゃん、うん、この背景がさらに青空だったらいいのに。うん、つまり、そしたらいいとこ取りできるのに。つまりまあ、ただのなんか理想を言っただけ。ほう、なんかね、ちょっと思っちゃったよね、うん、今ね。それはフィギュアが見えなくなっちゃうんじゃないのこれ。まあ、冷静に考えたらさ、逆光になるとかさ、いろいろ問題があるからできないけれどもさ、なんかこうちょっとなんかわーって好きなものに、まあ、もっと囲まれたい気持ちになってしまったり。ほうね、ちょっと難しかったかもしれない。まあまあ、いや、ちょっと難しい話してしまった。まあ、まずはちょっとみんな乾杯しようね。はい、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。チーン。ね、最近みんながさ、一番さ、ハマってるアニメ何教えてほしい。けどもさ、言ってももう昨日移り変わりだからな。あ、そっか、うん、ちょうど最終回のアニメ。確かにそうだね。 いや、だからこそ聞いちゃった。でもそうだよね、うん、でもそうだよね、確かにね。新しいのがここから始まってくね、確かに。そうだね、ハマり終わったじゃん。あ、じゃあこれでいっか。あの、今一番期待してるやつみたいな。あー、とかどう？来期みたいな。あー、まあ来期、夏アニメとか。まあそうだね。うわ、夏アニメだって。そのワードだけで上がるね。夏アニメって、あー、夏、春アニメが終わったところじゃないだって。うわー、春アニメは終わって、春アニメもよく盛り上がったね、結構ね、うん、あー、夏アニメだよ。何が一番、ちょっとこれ聞きたいかな、みんなに。何があるかな、今ちょっと見てるけど。これはなんかお便りにするまでもないから。まあそうだね、まあそうだね、まあまあ思い、マークナイツ、今なんかちょうど楽しみにしてるやつがある人はちょっとコメントで教えてほしいかも。うん、うん、あなたが好きそうなやつはないかな。どうだろう、ね、え、そんなわけないじゃん。何かしらはあるやろ。何かしらはあるんだけど、その夏って感じは。あ、そういうことね。でもちょっと見たいけどね、夏アニメみたいなやつも見たいけどね、本当の意味での、うん、夏っていうアニメはない。あ、大奥がやります。大奥が待って、大奥さ、うん、大奥吉永文さんやろ。大奥、あの有名なやつやろ、多くて、あの多くよね、うん、私、あの実写のやつさ、映画館に見に行ったよ。映画館に見に行くのか。え、昔見に行ったよ。あ、カノカリ大さんとか。あー、それも見なきゃね、うん、多くも見ようかな。多くも見るし、カノカリも見よう、うん、カノカリは見ないだね、確かに。ギブン、あー、ちょっとノーマークだったね。あれでしょ、でもね、男子だらけで。ごとよめ。あ、ごとよめは見なきゃ、ね、ごとよめ映画かな、これ。うん、知らなかった。映画？映画っぽいな。映画？あれ、これ完結しなかったんだ。え、どういうこと？確かに映画見たじゃん、だって。うん、でも映画って書いてある。また映画が出んの？かもしれないね。え、どういうこと？え、私さ、ごとよめさ、漫画見てないからさ、うん、え、あれで終わりじゃないの？あれ、これすごいね。自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようっていうアニメがあるよ、ほら。やばい、何この絵。やばすぎでしょ、これ。ちょっとみんなに見せたいんだけど。やばいね、何これ。ぶっ飛びなんだけど、マジでこれ。これすごいね。マジか、これ。どういう、ちょっと、ちょっと気になるね。え、なんか異世界、あ、違う、とんでもスキルで異世界放浪飯みたいなさ、うん、ちょっとそれっぽい感じかな。どうなんだろう、ね、世界観似てそうじゃない、なんか全然違うのかな。え、何、気になるそれ、うん、やっぱり異世界ものはまだまだブームか。まだまだそうだな、絶対あるじゃん、異世界もの。必ず必ずあるね。なんかさ、確かに、あ、そうさ、私さ、今スキップとローファー見ててさ、あれすごく癒し枠なの、私の中で。呪術廻戦、あ、そう、見ないとだよ。呪術廻戦だって。そういえば呪術廻戦はそれは見なきゃだよ。しかもあれだわ、サトルンの高専時代、高専時代でしょ、そう、うん、見なきゃね。うわ、高専時代はマジでみんな、もうこのポスターだけでもいい感じだもんね。これはもう特に女の子は大歓喜のやつやろうね。うん、
おそらく割合的には。ゲトーさんでしょそれ。ねえマジでゲトーさんの美術強すぎるんだが、私マジでゲトーさんのさ美術好きなんだが。うん、マジでゲトーさん。それで言うとナナミもめっちゃ美女いいけどね。うん確かにね。美女いいんだよね呪術廻戦って。イケメンよね。そうだね。イケメン。ザイケメン。って感じ。なんかザ夏っていうアニメはなんかなさそう。確かにザ夏はないんだ。のんのん日和とかさ。そっち系ないじゃないの。グランブルとかさ。異世界系ばっかりだなやっぱり。ねえそれで言うとさ、昔さ何だったっけ。昔じゃないな。裏世界ピクニックだっけ。なんかちょっと2ちゃん系の話をさ、ちょっとテーマにしたみたいなやつあったじゃんアニメで。あれもさ、言ってしまったらちょっと異世界系あるじゃん、言ってしまったら、なんかそういう意味でのさ、今で言うオカルト界隈の異世界系の話ってあるじゃない、ここの駅に何時ぐらいに行くと異世界に行ってしまいますみたいなやつとかあったりするじゃん、そういうのがテーマになったアニメはないわけ。なんかもうナロー小説とかのさ、異世界ってさ、あ、そういうことよ。だからそういうのばっかりやん。なんか面白いからいいけど別に誰も知らない、知られてはいけない、それを人は七子階段と呼んだ。あ、階段じゃん。うん、え、どんな感じ見た目。かわいいよ。結構かわいい、ね、階段か、今階段ブームだからね。ほら、え、かわいい、え、かわいい、七子階段、え、かわいい。これはどう。待って、誰も知らない、知られてはいけない、誰も知らない、あ、まあ知られてはいけない系の階段だから誰も浸透しなくて知らないって意味がね。どうなんだろうね。でもそういうのあるんだよ、その七子階段っていうのは、そのストーリーの中での出てきた言葉なのかもしれない、もしかしたら。だって私結構階段系の YouTube とか見るけど、あんま七子階段っていうワードは聞かないな。あんのかな。でもそんな、みんなが知ってる主流のワードではなさそう、少なからず。まあね、多分ガチで考察すんのよ。まあでもその人にそうやって言うのかな、まあとにかくあんま知られてはいけない話っていうのあったりするんだよね、っていうのも話しちゃうと呪いが伝染するとか、なんか知ってしまったらなんかその現象が連鎖してしまうみたいなさ、そういうのとかってあったりするらしいんだけど、私は実体験で持ってないからないけど。ああ、ブリーチもやるんだ。ああ、やるんだね。ああ、じゃあ今年の夏も、夏アニメも結構盛り上がりそうですね、やっぱり。ああ、フェイトもやるんだ。あ、そうなんだ。まあ、なかなかそこそこ暑いですね。そうだね、暑いね。俺は結構好きそうなアニメあるけど。何が一番気になりますマサさんは。何が、七子階段じゃないですね。お願いします。あ、バキもやるんだ。え、バキやるの。バキってさ、どんな感じ、あのアニメ、あの続きみたいな。どんな感じ。え、どういうこと。どんな感じとは。続きが出るってことなの、バキに関しては。続きなんじゃない。へぇー、親子喧嘩なんだよね、バキはね。親子喧嘩ですね。あ、バスタードも続き。バスタード楽しみかも俺。なんかビオラさんか誰かに、バスタード絶対マスターの好きですよみたいなコメント書いてもらって、なんか覚えてる、私もそれ。そう、バスタード見てちょっとハマったんだよ。バスタード、暗黒の破壊神、地獄の中間から、ま、わー、最高だもん。暗黒の、いや好きそうだね、確かにマスさんがね。暗黒の破壊神だよ。地獄の鎮魂が変な。やばい、詰め込みすぎ。詰め込みすぎやって。もう最高だね、これ。1個でいいって。暗黒の破壊神。だってもう、暗黒のだけでもうやばいのに、そこに破壊神。神でもやばいのに、破壊の神やばいでしょ。そこからしかも地獄の霊具やん。もうやばいやばい。最高です。詰め込みすぎやろ、マジで。さすがにな。もうお腹いっぱいですよ。詰め込みすぎやって、さすがに。いや、最高だね。お腹いっぱいいっぱい、もう。これ楽しみだね。楽しい。バスタードは俺は楽しみだね。あ、でも私もちょっと見るわ、それは。ちょっと見ます。いや、見ます見ます、草じゃないんだよ。これは2期だから。あ、2期だからね。2期だから。あ、ダメ、1期見てなかったら。見てない、私はバスタード。でも分かんないかもしれない、ストーリーが。あー、じゃあダメか。見なきゃダメか。何話。いや、そんな長くないよ。12か20か。そんなもんだ気がする。ちょっと検討いたします。検討いたします。無職転生の続きがあるんだ。ああ、無職転生はいいね。楽しみだね。無職転生大好きなんだよね。好きだね。面白いもんね。闇芝居の11期だってこれ。闇芝居も安定。安定だよ、闇芝居は。闇芝居面白いね。夏だからだよ。闇芝居の時間だよだけ。闇芝居の
時間だよ。闇芝居の時間だよね。違うっけ。うん、闇芝居ちょっと楽しみだな。闇芝居さ、知ってるみんな。闇芝居ってあれね、私リアルタイム、あ、YouTube にさ、一時期公式動画めっちゃ上げてた時期があったんだよ。うん、あったあった。割と最近。で、うん、それで一気に見てないやつとかも結構見れて、うん、マジで面白くて見ちゃったんだけど、あのリアルタイムで見てた時があったの私、うん、あれマジ怖いんだから。だって深夜にやるんだよあれ、うん、急に始まるの。なんかテレビがなんかなんかの番組が終わったとかにスッと始まるんだよ確か。そうだね。え、なんか始まったんだけどで続って一気になんかもう、うん、テレビがさ、なんか砂嵐が始まりそうな時間帯だった気がするんだよね。確かに確かに。え、ルロケンってこれリメイク新しいのやるのかな。え、そうなの。うん、結構絵柄が、日村抜刀斎が、あ、なんか、うん、今風になってるんだけど。いや、ルロケンってなかったっけ、新しいやつ。リメイクしてなかったっけ、そもそも。あったかもね。映画だったっけ。でも映画はめちゃくちゃ盛り上がってたイメージがあるよ。うん。ルロケンは。へえ、でもまあ、あるんだね。なんかでもまあいろいろ楽しみですね。なんかちょっとアニメの話し始めたらちょっと盛り上がってなんか、ね、今あれだけど何分話してた。ちょっと今10分話してた。10分話してた。いや今日開けたやつがあるんだよ。あるんだよ。開けますね。ちょっと、はい、これです。じゃあわあまたと思ったかもしれないけど、これめっちゃ良かったからね。また開けたい、ね、開けたいと思います。はい、これ良かったよ前回もね。あ、違うね。この前やったやつはこれじゃない車のやつだったんだね。スカルパンダでしょ、それ。うん、スカルパンダ。スカルパンダ、うん、あれ私この前さ、作業部屋に飾ってるやつ、あの乗り物のやつあってさ。この前はスカルパンダじゃないよ、ね。あれスカルパンダ、うん。今回のこれはスカルパンダじゃないやつもいるんですよ。うん、あ、違う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 、これスカルパンダだよ、うん。この前のやつがスカルパンダじゃないやつがいて、うん、スカルパンダ引き当てたんだよね、無事。うん、そうよね、私今言ったやんだからスカルパンダでしょ、それは。これはスカルパンダ。そうだ、ごめんごめん、今頭がこんぐらい買っちゃった。前回私スカルパンダでも引き当てたんよ、うん、これじゃないやつでね。そうだったよね。うん、そうなの。だから今日はスカルパンダが全部出るから安心っていうことなんだけれども、あれで、ここに今いるのがタクシー。タクシーは引き当てたのね、うん、前ね。ここにいます、タクシー。はい、これね。だからタクシーじゃないやつを引き当てたいっていうことなの、みんな。はい、これこれこれ、今直感で可愛いと思っちゃったね。これ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 、あ、読めない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 けどね、読めないんだけどね。うん、読めませんと。108分の1だよこれ、シークレット。108分の1だからね、みんな。これ出たらやばいことだよ。やばいことだね。これやばいよね、冷静に考えて。108分の1はやばいことだね。やばいことだよね。あ、ピンクも可愛いね、このピンク。ピンクも可愛いわ。今回はこのピンクとこれのパステル第一狙いでいきましょうね。はい。これ。よし。じゃあやりましょうね。いいじゃないですか。このシリーズマジで可愛かったからさ。車のやつ。本当に可愛かったから。で、これはブリスターやからね、ブリスター。しっかりと入ってるタイプだから。いや、みんな、じゃあもう、いきますよ。一思いに。あ、やべやべやべ。いきますよ。あ、やべやべやべ。いくよ。せーの。じゃじゃじゃーん。おー、あぶねあぶね。一瞬被ったかと思っちゃった。びっくりしちゃった。トラックだろ。あ、でもね、これも私気になってたんだよね。うん。この子です。じゃーん。なぜかというと、褐色なのよ、この子は。はいはい。うん。いいじゃん。これ。これが出ました。よし、いいね。これもめちゃくちゃ可愛い。いいですね。いいですね。ケースですね。おお、おお、やっぱクオリティ高いね。高いね。クオリティ高いね。色合いもいいですね。え、可愛くない、めちゃくちゃ。この点々点がめっちゃいい感じなんだけど、この点々点がしかも、え、かわいい。憎たらしい顔してんな。これが、それがいいんだよな、憎たらしさがよ。さすがスカルパンダ。てか悪そうだな、こいつ。悪そうだ、ね、そうだな。ちゃんとハンドル握れよ、ちゃんと。これなんか俺、ハンドルなのかわかんないけど、この、こういう、あ、引いてんのか、これ。そしてこれ、あ、すごい。回る？違う違う。回るんだけど、回るのが当たり前で、ちょっとタイヤっぽい。触ってみる。やばいよ。
あ、ほんとだ。すごい。え、すご。質感すごいね。すごいね、質感ね。しかもよく見るとさ、ここのさ、ここなんて言うんだっけ、車で言う。ボンネットじゃなくて。ボンネットでいいの？ボンネットでいいの、うん、ちゃんとなんか、さりげなく模様な、模様でいいのかな、これは、うん。汚れというか、模様の表現かな。がさ、マーブリングみたいな雰囲気でちょっと入ってんだよね。うん、俺さりげなくね。やっぱポップアートはやっぱり品質が良いよね。品質がやっぱりいいですね。いや、見事です。ブラーボブラボブラボ。これもちょっと私今作業デスクに飾ろうかなと思いますよ、うん、はい、ね、これまたちょっと絶対またやります。狙いに行きます、ね、これめっちゃお気に入りなんだ私。でそろそろさ、モリちゃんもやりたいんだ。でもね、そうだね、モリちゃんもやりたい。俺はモリの方が好きだから。モリやりたいよね、うん、モリちょっとや買いに行かなきゃ。モリちょっとあれなんじゃないの、少ないんじゃないのかね。モリさ、そうだ、そうなんだよ、モリ少ないんだよ。モリはもう増やさないと、ね、めっちゃさ、海外でさ、でっかいさ、可愛いさ、モリちゃんいたよね。そういえばね、なんか画像で見たんだよ ね、うん、すごいよね、あのでかさ。でかいのもいつか欲しいな、絶対欲しいな。そうだね、ちょっと絶対いつかなんかでかいのゲットしたいな、うん、ちょっと夢の一つやね。うん、っていうことでした。今日はスカルパンダのこの車のやつ、シリーズ名はなんだ、まあ、スカルパンダでいいかな。スカルパンダでいいかな。諦めた。だってスカルパンダドーンって書いてるからさ。まあいいんじゃないですか。あ、ロードバ、ロードバ、ライドバック、ちょ、トモロー。なんだっけ。全然ダメだ。どこに書いてあるのこれ。スカルパンダって書いてる、下に書いてる。そうだね。レイド。わかんないじゃん、まさなんだってこれ。合ってるね。ライドバックトモローか、レイドバックだね。ちょっと、あれ、あ、すごい。ライドだから、乗るってライドだもん。5歳児かよ、おい。ブンブン。結構今ね、躍動感もすごいね、これ。ブーン。遊んでんじゃねえ。ブーンと。はい。はい、はい、はい、はい。はい、じゃあ皆さんまた次のビューでお会いしましょう。バイバイ。